こんにちは、辻本舞です。今北海道のニセコに来ているんですけど、今日は朝からヨシさんが息子たち2人を連れてスノボのねレッスンに行ってくれてるんですよ。なのでゆっくり準備ができるということで、この前お気に入りでもご紹介したコスメたちを使って最近のメイクを久しぶりにご紹介したいと思います。はい、じゃあまず下地から塗っていきます。下地はグロッシアですね。グロッシアの保湿クリーム、下地としても使えるやつです。じゃあこれを塗っていきます。毎日ゲレンデに行くのに日焼け止めはねうっかり連れてきちゃったんですよ。ゲレンデって雪の反射で結構日焼けをするので、皆さんは日焼け止めをお忘れなく。前々回の動画とかで肌荒れしたって話してたと思うんですけど、それをどうやって直したんですかってコメントいただいてたんですけど、まだね結構わかるかな、まだ結構ね跡は残ってるんですよ。ただあの時はメイクとこのソニーの Vlog カメラが肌補正ちょっと入ってるので、それで綺麗に見えてただけで、まだね跡は残ってますね。ニキビ跡どうやって隠してるかもご紹介できればいいなと思います。暑い、めっちゃいい天気なんですよ今日。外がねすごい景色なので、ちょっとお見せしますね。この景色を見ながらメイクをしてます。この2日間ぐらい雪も降らずいい天気なので、ちょっと溶けてきてるかな。ゲレンデもねちょっと硬くなってきてるみたいで、どこまでやったっけな、あ、ファンデーションは今回これを持ってきてます。 YS 柴田ヘアメイク、柴太郎さんが作ったファンデーションです。03番を塗っていきます。旅行の時とかやっぱりこういうチューブタイプ便利だし、かさばらないし軽いからこっちを、ね、持ってきてます。いつもこうやってザーって広げてから輪郭の外側は本当に薄くなるように伸ばしてます。ここは結構しっかりめに塗ってます。ニセコに来て4日目なんですけど、1日目は移動日で何もせずホテルで過ごしたんですけど、もう次の日からは毎日彼らはスノーボードですね。今回はスノーボードを朝から夕方まで、子供たちはレッスンに入れてるんですけど、レッスンするとどんどん滑れるようになって楽しいみたいで、もうレッスンを午前と午後2回受けてもまだ滑りたいって言って本当に一日中滑ってるんですよ。でもう5時半ぐらいにはご飯を食べ終わってホテルに戻ってきて温泉入って8時半とかには布団に入るっていう生活ですね。本当にスノボしかやってない。去年もそうだったんですけど、合宿ですねこれは。もう旅行というよりスノボ合宿ですね。今日は男性陣だけで朝行ってくれたので、こうやってゆっくり準備ができて助かってます。コンシーラー塗ります。ペン内ニュートラライザーレッド、頬骨のこの影になるところを両頬に塗せてます。今日とか結構ねむくんでるんですけどね、やっぱこの頬の苔ってねどんどん出てきちゃうんですよね。欲しいところの肉がなくなっていっちゃう。で今まだこういうニキビ跡とか隠してない状態なんですけど、この状態でいつもはチーク、練りチークを塗っていきます。最近ずっとこれ使ってます。ボビーブラウンのボトルージュカリプソコーラルっていうお色ですね。これリップにもチークにもできるやつです。これを私は割とこう横長の広めに塗ってます。粉だけだとどうしても夕方ぐらいにチークがなくなっちゃうので、練りチークをお粉の前に仕込んでます。でこの余ったチークを鼻先に乗せてます。鼻先とこの辺、この辺も鼻を渡るように寄せてます。ここまで終わったらさっきのコンシーラー使ってニキビ跡とか気になるところを消していきます。こういう綿棒にちょっと取って見えるかな、ここ薄く寄せていきます。寄せたら何もついてない方で周りだけこうなじませるようにぼかしていきます。でこういうチークを塗った上から薄くコンシーラーでチークとなじませるように
本当に軽いタッチでニキビ跡を消していきます。チークの前にコンシーラーすると逆にそこだけチークが多くついて目立っちゃったりするので、チークの上からコンシーラーで気になる部分は薄くのせて消してます。チークしてコンシーラーも終わった状態で上からお粉をのせていきます。ルナソルのスムースクリアパウダー01番、光りやすい、寄りやすい部分、おでこ、小鼻の周り、お口周りとか、このまぶたの周りを中心にのせていきます。残ったお粉で顔の周り、この首の境目も忘れないように塗ってます。はい、お粉まで終わりました。ファンデーションしてチークしてコンシーラーニキビ跡消してお粉すると全体的に均一に綺麗に見えるようになったかなと思います。眉毛を描いていきます。今回筆をね全部忘れてきたんですよ。なので慌ててドラッグストアで買ってきました。アイシャドウで最近眉毛描いてるんですけど、アイシャドウと近い色を使うことで浮いたりせずにナチュラルに見せれるので最近はアイシャドウで描いてます。これはグロシアのアーモンドっていうお色ですね。これを使って眉毛を描いていきます。隙間を埋めていく感じですかね。そんなにがっつり描いてないです。筆忘れたと思って慌てて買ったんですけど、なんか細い方で描いて太い方でぼかしに使えるし意外と便利です。これねロジローザーのやつです。眉マスカラ塗っていきます。デジャビューアイブロウカラー108番、モカグレージュ。眉頭は毛を立てるように、眉尻は下に流れるように整えてます。はい、ビューラーします。アイシャドウ塗った後にビューラーするとビューラーにアイシャドウがつくし、せっかくね塗ったアイシャドウが崩れるのが嫌でアイシャドウの前にビューラーしてます。アイシャドウを塗っていきます。アイシャドウはさっき紹介したグラシア、これのこことここを混ぜてもうグラデーションとかせずに一色で塗っちゃってます。ゲレンデ行くと子供たちも雪とか投げてくるし、雪降ってきたりとかで結構ね崩れがちなので、もうグラデーションとかせず単色のアイシャドウでいってます。全体に広げます。はい、同じ色を下まぶたにも塗ります。手で塗っちゃってるんですけど、いつも上まぶたは中指のこの全体を使って広めにのせてるんですけど、下まぶたは薬指の先端の部分で下まぶたに塗ってます。そしたらこのボビーブラウンのロングウェアデュアルエンドクリームシャドウスティック05番、ラステッドピンクシナモン。スティックになってるアイシャドウですね。これを使って目尻の際に色を入れていきます。これめっちゃ便利なんですよ。2色入ってるんですよ。ちょっと濃いめの色と、こっちはねパールが入ってる明るめの色。本当はこれで、ね、アイシャドウも済ませられるんですけど、私はこれを締め色みたいな感じで使ってます。これの明るい方の色を下まぶたの目尻側に入れてぼかす。でこれのこっちの濃い方の色を使って上まぶたの目尻側、目尻から黒目の真ん中ぐらいかなまで入れてぼかす。こっちにぼかすとこっちにねどんどん伸びてっちゃうから、描いたら外側から中に向かってこう指でぼかしてます。こんな感じで目元が締まってきましたね。アイライン入れていきます。ウォンジョンヨドローイングライナー02番、ブラウンですね。粘膜側にラインを引いていきます。目頭の端っこまで入れちゃうと結構強い目元になっちゃうので、真ん中から目尻ぐらいまで引くようにしてます。そしたらマスカラ塗っていきます。マスカラもウォンジョンヨヌードアイラッシュシアブラウン02番、最近のお気に入りでも紹介したんですけどめっちゃ気に入ってて、お湯落ちでこんなにキープ力があるマスカラに私は初めて出会いました。繊維も入ってるから伸びるんですけど、本当にカールのキープ力に感動してます。これなんか白くなるってねコメントでいくつかいただいたんですけど、時間が経つと白くなるって、私はまだ今のところ白くなったことがなくて、なんだろう、色によるとか、これブラウンなんですけど私は朝から塗って夜まで落とさなくても
全然白くならなくて、なんでだろうな、下地とかによるのかな、それかあれかな、湿度とか環境温度とかかな、不思議ね、上がり具合。上まつげだけ塗りました。粉チークというかハイライトみたいな感じなんですけど、あのお気に入りでもご紹介した資生堂のインナーグローチークパウダー10番メリューサピンクですね。これすごい薄いんで色がつくっていうよりは光を出したいところに私は最後に出してます。なので頬骨の上あたりとか見て、今すごくない？こちらありますね。ふわってのせただけで、ほら光が、わかりますか？すごい肌が輝く感じ。これを頬骨の上と鼻の先ふわっと最後に仕上げとしてのせてます。肌を綺麗に見せてくれるから本当に最近お気に入りです。で最後にリップ、あーちょっと待って、これもやりたい。ルナソルのイルミネイティングアイペンシル EX02 番ピンクフローライト。 EX ってことは限定色かな、もしかして、もしかしたら数量限定とかかもしれないです。これを目頭のここにちょんちょんって最後に最近乗せてます。なんかね、ここにちょっと光が入るだけで顔が元気に見える気がして最近ここに、ね、乗せてます、光を。そしてリップはこれもご紹介したゲランのキスキスビーグローオイル319ピーチグロー。このリップ蜂蜜、プロポリス、ロイヤルゼリーとか入っててすっごいふっくらするし、ずっとねプルプルが保たれるし、唇の色に反応して発色するみたいなんですよ。今塗ったばっかりだからあんまりわからないと思うんですけど、ちょっと時間が経ってきたら結構ねちゃんと発色してくれる感じなので、最近はね外行く時もこの1本だけ持ち歩くことが多いです。こんな感じで完成しました。オッケー、では準備が終わったので私もウェアに着替えてゲレンデに行ってきます。最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。